パデルネ・デ・アジャリスは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカ・デ・アジャリス・マセーダに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1601人。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 96.84%2001 年。パデルネ・デ・アジャリスは、オーレンセ県の中北部に位置し、コマルカ・デ・アジャリス・マセーダに属する。 北はオ、ペレーロで、アギアール、エスゴスと、東は、マセーダと、南は、バーニオスで、モルガス、シュンケラで、アンビーヤと、西は、アジャリス、タボアデーラ、サンシュブラーオ、ラスビーニアスの各自治体と隣接。自治体の中心地区は、フィゲロアー教区のリオセコ地区。パデルネでアジャリスは、オーレンセ司法管轄区に属す。自治体首長は、 ガリシア国民党のホセマヌエル・フェルナンデス・ゴメス、自治体評議員はガリシア国民党8、ガリシア社会党1となっている。パデルネでアジャリスは10の教区に分けられている。太字は自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。